管理丸の乗船者たち1860年、サンフランシスコにて、前列右から、福沢諭吉、日田浜五郎、浜口京江門、後列右から、岡大蔵、小永井五十八郎、根津金次郎。岡大蔵明治37年7月28日は、日本の武士、海軍技官、意味縄、高志官。写真が、岡大蔵のものと混同されることがあるが、 別人である。西丸はじめ番組ごと、岡田貞十郎とか山氏の四、男として、江戸に生まれる。両親が早く亡くなり兄、マス太郎の厄介となる。天保14年に、兄がことから裏がぶ行所組より行きに昇進したため、裏がに移る。1852年、昇平校に入学し、官学を収めた。安政3年に、 長崎海軍伝習所の第2期生に選ばれ、機関学を学んだ。その後、安政6年に、軍艦総連所教授片鉄大い出役となる。万円元年、管理丸が渡米した時の見習い士官赤松、大三郎、小杉正幸新、根津金次郎らの一人であり、蒸気片見習いを務めた。帰国後は、朝日丸の機関士官となり、小笠原諸島の入植。 徳川家持上落寺の警護などにあたる。軍艦上気役伊藤にまで昇進した幕府の崩壊後は、数差に逃れたが、明治3年に、工部省、準十四等出資となり、横須賀製鉄所に、製図係の責任者として勤務。明治4年に、主戦勝し明治15年に、海軍一等し明治17年に、横須賀造船所製図係機械部主任。 機械化工場長を務めた。明治19年に被職となり、母費には明治22年に退職したとある、宝冠、岩木、巡洋館、海門などの設計を手掛けたという、ありがとうございます。